ああいうの好きだ、ああいう作業するの好きなんで、まあ、夢中になってたっていうのは、あと大変だなって思いながらやってました。なんか作業するのが好きです、とりあえず。自分も、で、自分ができることが、ああいうことができるなら、やりたかったし、っていうのはあったんで、黙々とやってましたね。でもきつかったですよ、その思いとかは。でも全く、全然いくらでもできるぐらい。そういうところに生まれたんですよ。田舎だから、ああいうのが多いんですよ、やっぱ。お父さんの手伝いとかしてたら。で、そういうの好きだったし、っていうのはありました。まあ、頑張るしかないですよね、俺は。自分で。だし、まあ、紅白戦でも何でも、まあ、必死にやるだけだと思ってるんで、はい、それだけです。今メンバーとか入れてないんで、もう練習で必死にやるしかないんで、それは。あとこの1ヶ月ぐらい、必死にやりたいなって、それぐらいしかもう自分には残ってないですね。はい。